ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、小田原評定。長引いてなかなか結論に至らない会議や相談のこと。時は戦国時代の天正18年、天下統一まで目前に迫った豊臣秀吉は、残る相模の北条を降伏させるべく、軍勢を率いて北条氏の本拠地小田原城を取り囲みました。当時の北条家の当主は、第五代当主、北条氏直。相手は何を隠そう、あの豊臣秀吉。しかも日本全国から総勢21万にも及ぶ軍勢が小田原征伐に集まってきました。まさに北条家にとってみれば大ピンチ。この危機を乗り切るべく、どのように対処したらよいのか、小田原城内では緊急会議が開かれました。老臣の松田紀秀は、城に立てこもって籠城した方がいいと主張しますが、一方で、叔父の北条氏久には、野戦に出て戦うべきだと主張する始末。さらに別の日は、降伏するか決戦するかの選択で意見が分かれて、結論がなかなかまとまりません。いたずらに時間が過ぎていき、虚しく日を過ごす中、結局最後は降伏しちゃったというお話です。お父さんの北条氏政は切腹。氏直は高野山へ流罪となるも、失意のうちに30歳の若さで病死してしまい、戦国大名としての北条氏は滅亡してしまいました。ここから無駄に時間ばかりかけて何事も決まらない話し合いを小田原評定というようになったとされています。ちなみに読み方は小田原評定ではなく小田原評定。間違えやすいので気をつけてね。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。Councils of war never fight. 参謀会議は戦わず。今日のチェックポイント。A council of war. 作戦会議。Never. 決して〇〇ない。Fight. 戦う。軍の参謀たちが集まって戦うべきかどうか会議を開くと、議論ばかりでなかなか結論がまとまらないことを例えたことわざになります。いつまで経っても結論が出ない。話が脱線して無駄話が多い。誰も責任を持って決断しようとしない。もうなんだかイライラがっかりでストレスも溜まっちゃう。仕事だって忙しいのに、ほんといい加減にしてほしいよね。とにかく会議は最初に議題と時間と司会進行役をちゃんと決めて進めるのが大事。貴重な時間なんだから有意義な会議にしたいよね。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!